それあと、文科省からもう一枚お願いします。じゃあそれでは提出の方をお願いいたします。原子力安全保安院内閣、この原子力災害対策本部の事務局におります加藤山口と申しますが、子どもたちのちょっとご意見をですね、よく読ましていただいてちょっと対応を、務めてまいりたいと思います。文部科学省大臣官房総務課の大野と申します。本日は、地元の子どもたちの率直な意見ご要望をお聞かせいただきまして、今後の対策を考えるにあたっての参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、ちょっと子供たちまずついてもらって、皆さん並んでもらって、ついてもらって、もうちょっと近づいてもらっていいですか、皆さん。それでは進行させていただきます。じゃあお戻りいただけますでしょうか。それではですね、子どもたち4人の方から、それぞれ、訴えをしていただきたいと思いますので、戻っていいですよ。お座りいただいて、座ってもらって。原発事故で避難する人は学校の友達、家などを奪われました。責任を取ってください。震災と原発事故から5ヶ月が経ちました。今福島県を離れて暮らす人は何人いるでしょうか。そして福島県に残って窓を閉めて生活している人はどれほどいるでしょうか。全国に避難している福島の人たちがどんな思いで故郷を離れてきたのか、皆さんに分かってもらえるでしょうか。福島の子どもたちがプールにも入れず、マスクをして登下校をしているこの状況を安全だと言い張る政府に私はとても疑問を感じます。今まで法律で決まっていた数値を何十倍にも引き上げて、それが安全だと言われても私には信じられません。そんなやり方は私たち中学生の間でも通用しないでしょう。福島県民よりもお金の方が大切なのですか。大人が勝手に作った原発でなぜ福島の子どもたちが被爆しなくてはならないのか、なぜこんなつらい目に遭わなくてはいけないのか。これほどの事故が起きてもどうしてまだ原発再開を目指すのか、私には全く分かりません。このような状況で総理大臣に代わっても良い国が作れるとは思いません。私は6月に転校してとても悲しい思いをしました。友達も泣いて別れを惜しんでくれました。そして私の前と後にも何人かの友達が転校していきました。
こんな風にだんだんみんながバラバラになっていくのは、私たちにとって耐え難く悲しいことです。出て行った人も残っている人も、お互いのことが心配でたまりません。ですから私たちが学校の友達とみんなで一緒に安全な場所に避難できるよう真剣に考えてください。そしてみんなが避難してる間に、学校も田畑も森も山も川も福島県全域を徹底的にきれいにする計画を立てて、それを実行してください。私の友達を、仲間たちを絶対に誰一人傷つけないでください。私たちが将来本当に安心して暮らせるように、今できる最大限の努力をしてください。よろしくお願いします。今年3年生になって、2年生の頃仲が良かった友達が原発で避難しちゃったので、少しがっかりしました。それに外でも遊べなくなりました。こんな生活が続くなら、福島原子力発電所はなくなった方がいいと思います。夏は去年の夏に比べて少し暑いのに、放射能のせいでプールにも入れず、また外でも遊べません。その他にも宿泊学習が本当は2泊3日だったのに、1泊2日になってしまいました。こんなことになるなら、初めから原子力発電所を動かすべきではなかったと思います。